はい、えー。今日はビットコインの話題です。今、価格ね、このように出てますけども、リンクの方を見てみると、17時間前にこちらブルームバーグで、ミラー氏がビットコインが激流になる可能性を指摘というふうに言われてます。要するにね、大手の企業間での利用がこれから盛んになってくるってことなんですよ。ただちょっとね、今のボラティリティでは、 おい、それと購入することができないかなというところはあります。まあ、取引ですね。取引には使えないところ、いうところがあると思います。ただ逆にですね、これだけの値上がり幅を持ったっていうことは、支払いをドルや円じゃなくて、ビットコインでもいいですよっていうふうな企業は増えてくるんじゃないですかね。というのが、ビットコインってのは多分これからどん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 使われると思うんですよ。で、税制を考えないとなると、ビットコインのポテンシャルってのは現金の利息よりもだいぶありますからね。 で、今、10分ごとに 6.25BTC 発行されているようですけども、このビットコインっていうのは半減期を迎えて、これから新しい展開に入るというふうに言われています。で、ずっと記事を見てみますとね、えー、ポロニー X からも出てたりとかするわけなんですけども、ビットフライヤーね、XRP の資金がこっちに流れてるという説もありますし、それから、イーサリウムもね、かなりの高騰ぶりを見せていて、まあ、4万円とか5万円まで、 あ4万ドルとか5万ドルとかなんか行くっていう予測もあったりとかまあ予測は誰でもできるんですけども、まあ、今のイーサリアムの価格がね13万とか14万でしょでこれ1万5000円ぐらいのところまで行きましたからねで2万円前後で私も少し買ったんですけども <laughs> わすごい価格上がったなって感じてるところですうんじゃあもう一回ねビットコインの方に話題を戻してみますけどもこのビットコインって今 一体どのぐらいの規模なのかってことを考えてみようかと思いますはい、えー、ビットコインの価格なんですけども令和3年の1月8日3時28分の時点で400万円を超えておりますで時価総額たるるや67兆円にもなるんですよね日本の国家予算が106兆円とか7兆円になりましたんでまあそこまではいかないにしてもちょっとした国家予算に匹敵するのがビットコインの今のね 取引高なななんではいいかなと思います時価総額67兆円になってますんでチャートの方を見てみますと去年の今頃私がね100万円を超えたら買うことがすごく抵抗があってできなくなるんで100万円を突破する前に買っときましょうってことを、まあ、散々から申し上げてきましたで100万円を超えた後も、うん、しばらくは横ばいが続いたんですけどもここ数ヶ月でね急騰して例えば30日90日ですかね ここ3ヶ月ぐらいで急騰してこのような形になりました。30日で見てみるとさらにすごい動きですよね。で、ここ14日間の動きなんてのはこうで7日間1週間にしてみると300万から400万に100万円上がるのに1週間ぐらいしかかかんなかったってことになります。そして直近24時間でしたらこんな感じですよね。360万から420万に1回タッチしそうなところまで来たわけです。すごいですね。 まずアップルが24兆円ぐらいですよね。そしてグーグルが17兆円を超えてアマゾンもでかいですよ13兆円です。でマイクロソフトが11兆円ということでここまでを足したらちょうどビットコインの時価総額に並ぶわけなんですよね。 で、20円前後まで落ちたリップルが、現在34円まで復調してきて、そして、我らがね、えー、体の枝なんですけども、こちらの方も32円45銭と、急騰をどんどんしてるわけなんですよ。まあ、ここに来てね、アルトコインが、 すごく大盛り上がりをしてるってところもビットコインの目立ち方に引っ張られてるんではないかなと思うんですよ。大体いい形としてはビットコインが目立っていって、じゃあビットコインなかなか買えないのねって方がアルトコインに流れていってチャンスをつかむというね流れになってきます。そして肝心なのがね、やっぱ目標金額行くと利確する人がどんどん出るってことなんですよ。で、この利確のポイントがどのぐらいになるのかってことを測っていくのがテクニカルなんですけども、まあ、あの、過去にですね、 ここら辺まで値上がりをした実績がありますよっていうんだったらわかるんですけども、そういうのがないコインに関しましては、ちょっとね、判断がすごく難しいところなんですよね。まあ、ですんで、テクニカルの奥深さってものが学べるわけなんですけども、まあ、皆さんはね、どのコインをどういうふうなお考えで買うのかということになってきますけども、暗号通貨に関しましては、そのニュースによって買われたり、ニュースによって売られたりっていうことが多いわけなんですよね。まあ、それも人の心理の一つなんで、全然否定できないんですけども、あの、テクニカルってのはやっぱり、 一通り身につけた方が暗号通貨でね、えー、大損害食らうことが少なくていいんじゃないかなと思いますまあ、今回はねビットコインのことを中心にちょっと見てみましたけども次回はさらに深く掘り込んでみようかと思います本日ありがとうございました